左膝靭帯断裂により戦列を離れていたデビル正美が1年ぶりにリングに帰ってきた。第1試合タグマッチ30分一本勝負、まずはじめにカルロス天野山田敏夫組の入場です。続きまして上松俊恵デビル正美組の入場です。第1試合タグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー静岡県出身135パウンドカルロス天野、埼玉県出身154パウンド山田敏夫。赤子が静岡県出身135パウンド上松俊恵、福岡県出身180パウンドデビル正美、デビルトミーラン。
Yeah!
Ah!
デビルマサミ。しました。まあでもこれは前からだったから、ただこの気分がやっぱり1年ぶりに味わえたのが幸せかな。幸せな思いをするためには板を蒸しなきゃいけないんだなって改めて思いました。私は結構なんか特定のタッグパートナーっていうのはいないんですよね。だからこれが1回目だからね、もしかしたら長いタッグパートナーとしての、ですね、生活になるかもしれないし、もしかしたら上松の方が私を捨てるかもしれないし、もちろん私が捨てるかもしれないし、これからでしょう。まあでも後楽園も決まってるし、まあ3試合くらいかな、分かんじゃないかなと思いますけど、